ごめんなさい。一つだけ聞く。なぜだ。なぜ私たちを捨て、クソ、なぜ急に出て行った。黙るのが趣味か。なんか言え。タイラント級5機がアークの近くに現れた作戦、覚えてる？ええ、覚えているわ。すごく苦労したわよね。あの時ラピとウンファがいなかったら大変なことになったと思う。私はあの時人間を殺したの。え？流れ弾だった。でも死んだのは確かだから。作戦中に民間人が巻き込まれる事故なんて、いつでも起こり得ることよね。そんなことで責任を問われたりしないってこと、分かってるでしょ？分かってるわ。でもね、体の半分がなくなって血を流しているその人間を見て、私が何を考えたと思う？あ、敬意書を書かされるな。壊れてしまったのよ、私の頭が、心臓が。人間を守るために作られた私という存在が、人間の死を悲しまず、ただ面倒くさいと思ってしまったことが、すごく変だと思ったのよ。だからやめたの。自分が何かわからなくなって、人間でもなく、だからといってニケでもない。自分が何かわからなくなって、だから傭兵のように放浪する三流になったのか。私たちの気持ちなんか考えもせずに、ただ挨拶もせずに、何の未練もないと言わんばかりにフラット。書類を見て、お前が出ていったことを知った私の気持ちはどうだったと思う？ウンファ、お前にとって私たちは何だった？答えろ。お前にとって私たちは何だったんだ？大切な仲間。ふざけるな！誰が大切な仲間をあんな風に扱うのか！もうこんな夜中に叫んでどうするの？ラプチャーを招待でもするつもり？すまない、頭に血が上った。こいつ謝罪もできるんだ。